仙台市の郡市長は県が進める仙台医療圏の病院再編構想について。県民の理解が進むように議論してほしいと求めました。請求に賛成反対ということを表明するものではないんです。仙台の既得権を何とか守りたいというお話ではこれあのなくてですね。市民の県民の命と健康を守る体制を。 仙台市が昨日県に提出した意見書には再編による懸念材料がまとめられていて郡市長は情報開示のないままに県が再編を進めようとする姿勢や根拠となるデータの妥当性に疑問が残ると述べました賛否については明言を避けましたが医療提供体制に重大な影響を及ぼす 命と健康を守る体制を整えるために開かれたところで議論してほしいと求めました。